はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はついに最強装備が完成しますね。作っていきましょう。そしてコメントありがとうございます。この武器の作り方が俺は全然なってなかったね。やり方をね、教えてもらいました。本当にありがとうございます。西欧の剣ですね。で、二刀流で戦っていきたいので、二つ作れるようにしております。作っていきましょう。最初になんか火力を上げた方がいいらしいんだよね。火力を上げる。二つあったんだよね。火力をまず上げろっていう人と、火力をまず下げろっていう人がいて、上げろっていう人の方が多かったので、ちょっと今回は上げていきますね。上げると、確かダメージが多く、出るんですよね、確かね。でも変化しやすいみたいな感じかな。だね。OKOK。まあ、とりあえず乱れ打ちでどんどん行きます。で、ヘパイストスの炎か。あれが出たらめちゃくちゃチャンスなんだよね。あれが出た時には、ギリギリまで全部押して、乱れ、あ、いや、良くないな。ヘパイストス来ました。でもこれ最後に使ったがいいね。最後に俺は使うようにしましょう。とりあえずやっていこうか。2倍かな？あ、いや、3倍。2倍でいっとこうか。戻りましたね。とりあえず、OK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 。とりあえずギリギリまでいっていいんだよね。もうちょいか？いい感じだな。上いい感じだな。で、こうして、戻るね。叩く。もうこれでもなんか良さそうだけどね。でも必殺技で、最後に、この上下打ちして、締めればちょうどいいよね。こういうこと。これはね、やり方俺完全に間違えてたな。会心の一撃が出て、いっぱい溜まってラッキーだなぐらいに思ってたら、こういう使い方だったんだね。はい。ということで、もう一個作ります。それでは完成しました。装備してみましょう。星屑の剣から、西欧の剣。若干だね。攻撃力が上がるっていう感じですね。見た目もね、形はいいんだけども、なぜ色が、このシルバーで統一されてるかなと思うんですよね。ちょっと赤やら青やら入ったらもっといいと思うんですけどね。で、西欧の剣の能力が、ドラゴン系にダメージ、プラス 20% ですね。プラス3にしたので20% まで上がりました。これで一回戦ってみようか。どれぐらい強いんだろうね。あ、まずは、そうか、わかるように、前の装備で行きましょう。星屑を使って、どれぐらい与えてたのか。これをお見せしましょう。戦いますのは、ドラゴン系がいいからね。ドラゴンガイア、行きますね。行きましょう、ドラゴンガイア。テンションノーマル状態ですね。天下無双で、スキルパネルは何もつけておりません。何にもつけてない。この状態で攻撃をすると、会心の一撃が出て、2000ぐらい。ちょっとわかりにくいね。会心なしでちょっとお見せしたいところですね。会心出るなよ。意外と出るんだよね。いけ！また出た。会心がね、どうしてもちょっと出やすいんだよな。ちょっともう一回攻撃してみますね。会心出るなよ。いけ！こんぐらい。1700ぐらいですね。1700ぐらい、ダメージ与えました。これに、両手に 20%、20% だからね、かなりいくんじゃないの？それでは次は、西欧の
剣2つ装備して行ってみましょう。さっきが、1700ぐらい、1700だった。どんぐらいいく？会心出るなよ。いけ。いや、会心出た。あ、会心出て2500。えぐいな。ちょっと待って、あ、でも、普通に倒しそうな勢いだな。もう一回、いきます。1979、まあ、2000。1700から2000までダメージが上がりました。かなりだな。これかなり強くなりましたね。はい、ということで今日は最強の片手剣、聖王の剣作ってみました。今まではね、俺これ使ってたんですよね、星屑の剣で。こっちの方が聖王よりも絶対いいじゃんと思ってたんですよ。うん、攻撃時 10% でルカニが発動するんですよね。これ天下無双使えば、2、3回に1回ぐらいは発動するんですよ。だから、すごくお得で、良かったんだよね。で、見た目もかっこいいんで、星屑だろうと思ってたんですけど、いや、このね、聖王を使ってみたら、聖王も、これ強い。すっごい強い。多分他のね、ドラゴン系以外だったら、もう星屑でいいんだろうけども、強敵はドラゴン系が多いからね。うん。ドラゴン系は強敵が多いんだよな。なので、一応持っててもいい感じだな。星屑派だったんだけども、聖王もなんか悪くないって思いましたね。やっぱりね、ノーマル状態だったら、ドラゴン系のダメージが 10% だったのよ。10% 微妙だと思ったんだけども、プラス3にしたら 20% まで上がった。これがね、ちょっとでかかったかな。ダメージ 20% アップのドラゴン特攻はかなりいいですね。すごくちょっと気に入りました。はい。多分これ使っていくんだろうな。はい。ということで今日はこんな感じで、プラス3両方とも作りました。家事のやり方もね、もう完璧です。コメントありがとうございます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。